おお、なかなか頑張るではないか。あ、そうだ、ついでだからもう一つ、実はセーターも。どうなさったのですか？お主のいじらしさに感動してじっとしていられなくなったようじゃ。乗りかかった船じゃ諸星、手編みのセーターを着てやれ。一言だと思いやがって。俺は我慢大会しに来たんじゃない。ダーリン、女の子の真心を踏みにじるもんじゃないっちゃよ。お前な、生身の女の子からなんかもらうとギャーギャー騒ぐくせに。これは無理に着てもらわなくても編みかけだから。途中で死んじゃったから。でもそれイールのセーターだね。なんだか着たくなってきちゃったな。本当？いや、本当本当。ごめんなさい、着てもらえるんだったら頑張って編み上げておけばよかった。いや、その気持ちだけで。でも右腕が寒くありませんか？ああ、これ寒いだなんてそんな。へえ、それじゃあまず映画見て遊園地行って軽く食事をしたら成仏しようね。はい。ねえ、目がね。なんだ。なんちゅう非常識な格好をしとるんじゃ、あいつは。我慢大会か。隣の女の子がガウン着て。どっかで仮装大会でもやってんのか。しかし最近ラムさんもアタルを野放しにしすぎるんじゃないか。ああ、もしかしてよ、メガネ。うちがダーリンを捨ててどうするって。どうするってお前決まってんだろうが。別れたら次の人だよ。ラムさん、こんにちは。おめえ誰だ。ろくでもないこと言ってんのは。お前か。貴様という男は。うちがダーリンを捨ててどうするって。え、提灯食っちゃったんですか。やけどしなかったですか。どこのどいつでしょう。許せないな。うちだって許せないじゃん。私ね、私病院の窓からずっと動かない景色ばかり見ていたのね。春、夏、秋、冬、そしてまた春と。だからね、流れる景色がとても楽しくて。大丈夫か、お主。大丈夫なわけ。何か。いや、人混みの中を歩くのがそんなに楽しいのか。はい、とても。よかったね、のぞみちゃん。はい。わあ、すごい、人があんなに小さく見える。ね、見て見て、バスもトラックもあんなに小さく。ああ、そうね、高いところへ登ればみんな小さく見えるんだよ。ラム、そうピリピリするでない。多感な時期をベッドの上で過ごしたのじゃ、見るもの聞くものすべて珍しいのも無理はあるまい。ついてってよ。
坊さん、ええ加減にせや。ちょっと静かにしてくれんかの。今ええ場面なんじゃ。あれ。なるほどの。それはすまぬことを。なんじゃ、騒がしいやつじゃ。降りたとき、ほっとして涙が出ちゃったけど、楽しかった。うちも涙が出たっちゃ。お前は瞬き一つせず俺を睨んでいたからだろうが。当たり前だっちゃ、うちが監視しなければ。まあ良いわ。それよりそろそろ食事にするか。そうだな、軽く食事にするか。軽くの。あ、軽くの。リリン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 。これおかわり。あれ、どうしたっちゃ食べないの。はい。しかしこんなにいっぱい食って誰が払うのかな。心配はいらぬ、必要経費じゃ。おばん、そうかそうか。本当に伝票はこちらで。はい、もちろんですわ。涼しいから。いつ成仏するっちゃ。普通ならとっくに成仏しとる頃じゃが。ダーリンもそろそろ限界だっちゃ。まだ何か思いを遂げきれないでいるのか。日記の最後はと。12月24日、今日はクリスマスイブ。夢を見た。真っ白い雪の中、あの方は私の編んだセーターを着て、真っ白い雪が舞い降りる中、あの方と腕を組んでいる私。これが現実だったら、もう何も思い残すことはない。もう何も。真っ白い雪か。これじゃな。雪が降るまで待つしかないの。ですな。そんな、今は5月だっちゃ。雪なんて。